竹は、紅竹木紅竹かタケ竹チチタケブシのキノコ。夏から秋に、ブナカの林に群生する。傘は茶色から赤茶色。ヒダは蜜で白色だが、古いものはやや黄色い。傷をつけると、大量の乳液が出て褐色に変化する。肉は、やや茶色いが、ほぼ白色でやや渋みがある。無臭。傷口は、ヒダと同じく変色する。 柄の表面は傘とほぼ同色。傷をつけると出てくる乳液はゴムの木などが生成する天然ポリンイソプレンの低分子を主成分としており、ゴムの分子構造研究の格好の材料ともなっている。この乳液の量は乳竹1個体につき2.5から4.3%を占めるという。食用となるが地域によってはボソボソした食感が好まれず、 見向きもされない場合もある。しかし、香りが強く、調理法によっては独特の良い出汁が出るため、うどんや蕎麦のつゆなどに具として用いられる場合もある。特に、栃木県では、乳茸と、その禁煙酒種は、下家の名で好んで食べられ、炒めたナスと乳茸をつゆに用いる、下家蕎麦は代表的な郷土料理として親しまれている。またヨーロッパにも乳茸を食用する習慣があり、 ありふれたキノコとして市場に流通している地域もあるという。禁煙種の広葉チ,チ,チリメンチチタケも同様に食用となる。福島県産のチチタケ類はチリメンチチタケが多いとされるが、味はチチタケに劣るとされる。なお禁煙種には、チ,チタケのように食用には不適、もしくは有毒とされる種類もある。日本の栃木県では、 毎年のシーズンになるとこのキノコを目当てに山林に分け入り、遭難失笑する者が後を絶たないほどの人気があった。栃木県で父竹を食用とする習慣は少なくとも、江戸時代の教皇年間の時点で記録が存在し、かつては身近な食用キノコであったと考えられている。しかし1990年代から2000年代頃になると、乱獲や雑木林の後輩などによって、 栃木県内産のチチタケは減少傾向にあり、生の日本産が松茸以上の高額で取引される場合もある一方、安価な中国からの輸入品が水煮などの形でスーパーマーケットに出回るようになった。チチタケはキノコの中でも放射性物質を取り込みやすい傾向が高いと言われる。2011年3月11日の東日本大震災では、 栃木県と隣接する福島県で、福島第一原子力発電所事故が発生し、父竹の消費地や産地に、深刻な放射能汚染の被害を及ぼした。2011年9月には、福島県田倉町に自生していた父竹から、当時の暫定規制値の56倍に相当する1キログラム、あたり2万8000ベクリルの放射性セシウムが、検出されており、 翌年の2012年10月には、福島から離れた青森県でも、その時点での食品衛生法の基準値を上回る1キログラム、あたり120ベクレルの放射性セシウムが検出されている。2017年現在、山形県、福島県、栃木県、長野県で規制値の100ベクレル、キログラムを超える放射性セシウムが検出されている。厚生労働省や県は、 該当地域での採取、出荷及び摂取の自粛を呼びかけている。ありがとうございます。